中華航空民権代ロ、マンダリン航空本社マンダリン航空は台湾を本拠地にしている航空会社、チャイナエアラインの子会社である、1991年6月1日に設立。設立当初はカズノブグループとの合弁で、オーストラリアカナダ EU 域内など、台湾と対立する中国政府の圧力でチャイナエアラインが就航できなかった地域への 航空便の確保になった。現在でも、チャイナエアラインが、マンダリン航空塗装で、世界各地に運航している。中国語表記の、カシン航空は、中華航空と数ズノブから一時ずつ取ったものである。東京国際空港にチャイナエアラインが発着していた、頃、同社の運用便であるが、マンダリン塗装の機材で飛来したことがある。この時期は、チャイナエアラインのリース機を、 主に使用していたが、保有していた中でボーイング747から400は自社発注している。機体番号 B-16801、現在はチャイナエアラインに遺憾。レジも B-18251 に、転籍1999年8月22日に、香港国際空港で起こったチャイナエアライン642便の事故機となった。 マクドネルダグラス MD-11 型機は、運用便は中華航空だが、塗装はマンダリン航空であった。その後、台湾における航空会社の再編の中で、チャイナエアラインの完全子会社となり、1999年8月8日に国家航空を合併。現在では、国内線や近距離国際線を中心に運航している。 2011年9月28日に航空連合スカイチームに加盟。2018年10月現在2009年11月に陸大路線の次に東京、成田への利用客が多いことなどから2010年1月より初の台中東京、成田線に週3便の定期チャーター便を運行する予定。2010年10月の東京国際空港の 拡張工事の状況次第では、台中東京、羽田線の就航も検討すると発表されたが、2012年2月、現在実現されていない。2011年12月には、日体間のオープンスカイにより、台北、桃園石垣線、台中沖縄、那覇線、高尾大阪、関西線の定期国際線就航の申請を行った。 2013年11月27日から台中、大阪、関西線が就航した。しかし2014年3月29日をもって運休し、翌30日から親会社のチャイナエアラインに移管された。2019年12月現在、ありがとうございます。